します。カツ。梅田から地下鉄に乗ること20分。大阪万博の時にできた町千里中央があります。地元の人は親しみを込めて千中と呼ぶこの町で、千中ができた時から営業してはる老舗のカレー屋さんがあります。今日はその千中のカレー屋さん、ジャンボカレーをご紹介したいと思います。こんにちは、メタボのおっさんです。2025年に大阪で万博が開催されるからといって万博ネタをやってるわけではないんですが、大阪では以前1970年に千里の地で大阪万博開催されました。万博会場のすぐ横には千里ニュータウンというね、もうすごい大きなニュータウンが開発されて、その中心となるのが千里中央、千中という駅なんですが、万博開催時は千里中央までの線路と千中の手前を曲がって万博会場まで今の中国自動車道のところを走る線路がありました。正確には御堂筋線は江坂が終着で、そこから先は北大阪急行というね、別会社なんですけど、まあ相互乗り入れしているので、電車一本で千中まで行けるわけですが、来年2駅ほど北に伸びて箕面茅野駅というのが終着駅になって、千里中央はモノレールとの乗り換えだけの駅になるんですが、今後ねどう変わっていくのかちょっと心配でもあります。千里中央できた当初から利用している私のような人からすると、その当時から続いているお店がまだ何軒かあるっていうことがものすごく嬉しくもあり、懐かしくもあり、そして時々無性に食べたくなるのです。その代表的なお店がこのチャンネルでも紹介しているカツサンドのニューアストリアさんやと思うんですが、他にはまあ開業当時やや遅れてオープンしたと思うんですけど、たこ焼きのわらじ屋さん、そして今日ご紹介するカレーのジャンボカレーさんがあると思います。それでは今日ご紹介するジャンボカレーさんについて、まあ、私のジャンボカレーの思いをお伝えしたいと思うんですが、私あの関西大倉っていうね、山の上の男子校、今驚愕になってますけどに通ってたんですが、まあ、千里中央を時々遊びに行ったりしたんですが、その時にジャンボカレーをお世話になることが多かったです。で当時はね、当時というか昔はそのジャンボカレーの名前の通り大食いの挑戦者求むみたいなイベントやってはったと思うんですよね。ちょうど食べてる時にその当時の看板やろうなっていうのがこうちらっと見えて、ちょっと昔のことを思い出したんですけど、これなんかわざと思い出してもらえる人がいるように隠してないのか分かりませんが、まあ、そうだとしたらなかなかやるなって感じなんですが、まあその看板見つけられなかったにせよ、ジャンボカレー食べたら高校時代の自分にタイムスリップするというか、食べてる瞬間高校の時の自分になるというか、そんななんか錯覚になるんですよね。これ私だけかもしれんですけど、でその昔に戻ったら嬉しいんかな。で、まあ、その昔と変わらぬその内装とちょっと甲高いおばちゃんの声聞くとなんかすごい落ち着くんですよね。やっぱなんか変わらないものって人間落ち着くん、安心するのかなみたいなことを思いながらいつも、ジャンボカレー食べてます。変なおっさんです。では次、ジャンボカレーさんのカレーについてなんですが、ジャンボカレーさんのカレーは、まあ、私が高校時分だった30年前とほとんど変わらん味やと思います。なので今の時代からすると少し物足りないかもしれませんが、逆に今昔の味のカレー食べれる店減ってきているので、まあ、そういうカレーを食べてみたいという方はええかもしれませんね。百貨店の食堂のカレーとか、なんかそれに近いジャンルじゃないかなと。それで、まあ、時々大阪の人カレーにソースかけるって言ったら、なんでやねんって言われるかもしれませんが、私未だにジャンボカレー食べに行ったらソースかけるんですよ。でここのカレーとソースの相性が抜群なので、やっぱ昔のカレーってむっちゃソース合うんですよね。だからそういうまだカレーにソースかけたことない方、一度ジャンボカレー行ってカレー頼んでソースかけて食べてみてください。むっちゃハマるかもしれませんよ。
もしカレーにソースかけて食べたことない方で食べて美味しかったっていう方いらっしゃったらコメントください。私の好きなお店をね、こう魅力を伝えるというのが目的なので、一人でもファンが増えたら嬉しいなと思います。メニューですが、一番安いビーフカレーが550円、ね、波がこの値段で大盛りは50円プラスになります。で、一番人気がカツカレー630円なんですが、まあ、その他にもランチョンカレーとかハンバーグカレー、そして気まぐれジャンボ、トンネルカレーなんかもあります。バーグ丼とかトンネルカレーとかエビカツ丼丼とか、なんかこう初めて行く人には馴染みのないメニューもありますが、お店の前のメニューは写真入りですし、中に入ってからのメニューにも説明があるので、まあ、それで想像していただけたらと思います。初めて行かれたら何をおすすめするかな、カツカレーかな、あと気まぐれジャンボっていうね、カツカレーにスパゲティが乗ったやつもあります。これ注文するとおばちゃんがキマって言わはるんですよね。だからなんか未だにキンマカレーってあるじゃないですか、あれ初めて見た時左端にスパゲティ乗ってんのかなって勘違いしてましたね。気まぐれジャンボ、ジャンボカレーならではのメニューですよね。あとは店ののれんにカレーを食べれるところ、お酒も飲めるところ、ジャンボって書いてあるんですけど、あんまりカレーと一緒にお酒飲んでる人を見かけたことがないんですが、まあ、閉店前の18時台とかやといらっしゃるのかもしれませんね。まあ一回6時ぐらいに食べに行ってみようかな。そしてお店の営業日と営業時間ですが、すいません、日曜日が休みって知ってるんですけど、祝日は分かりません、ごめんなさい。月から土の9時から19時まで営業されています。で、11時から15時まで本日のサービスということで、50円安く2種類ぐらいカレーがピックアップされています。いかがだったでしょうか。千里中央のね、ジャンボカレーというカレー屋さん、きっと昔からずっと食べてるアジアから通い続けてるわしらみたいな人と、まあ出張とかたまたま先週来てパッと食べた人とで評価が変わる店だとは思いますが、昔から変わらない味を出し続けて50年頑張ってるというお店、一度食べてみる価値は十分にあるんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さん、また See you。